皆さんこんにちは。今日はとても天気がいいです。皆さんは日本語能力試験を合格したいですか？試験より事前にどれくらい準備した方がいいのか、例えば2週間前もしくは1ヶ月間前でいいのか。私の回答は、たくさん時間があった方がいいです。事前に早くほど早ければ準備した方がいいです。なぜかというと、たくさん時間があって漢字文法など準備することができます。私は今年12月に日本語能力試験 NEG を受けるつもりです。このビデオはエピソード0、日本語能力試験 NEG をチャレンジしたいと思います。私の勉強方法、テキスト、そして1ヶ月間内、何をどうやって勉強すればいいのか、皆さんに紹介したいと思います。では一緒に頑張りましょう。